はい、どうも、くるりと申します。切り取りセンチネル実況パート2始めていきたいと思います。前回選択肢で、まあ、ピコ丸が気がかりみたいな選択をしたら、まあ、ピコ丸の話になったので、まあ、今回はもう一つの選択肢を選択すれば、この左側にいる赤髪のルースさんの話に、まあ、なるんじゃないのかなと個人的には思っているので、まあ、今回はね、前回とは違う選択肢を選んでいきたいなと思います。はい、ということで初めからで既読スキップをしていきます。うん。で、まあ、ここで前回はピコ丸のことが引っかかるを選択したので、まあ、今回はねインストールしてみたい気もするを選んでいきます。はい。で、まあ、ルースの話が出てきたので、まあ、早速見ていきます。生身の体って不安あったけど違和感あんましねえのな。この技術力だけは素直に評価するしかないな。ツンデレか？インストールしてみたいと俺がこぼしたことから、あれよという間に俺たちは再びこの地に降り立つこととなった。と言ってもここにいる俺はコピーのコピーであるわけだが、ってことは人をコピーしたのがさっきのトーラさんで、さらにまたコピーしたってことかな。うん。まあ勢いで実行したものの、別にそこまでやりたいことはねえんだよな。とりあえずどうする？体があったら何をするか決まっているだろ。え、おい、なんか様子がおかしくないか？お前にもっとベタベタ触っておけばよかったと思っていたんだ。ルースさんもトーラさんのこと好きなんかな。てか確実に好きですよね。ルース、俺はやりたいことをやるからな。うん。これはエチエチですね。なるほど、ピコ丸の言葉で言うとエチエチですよね。そうか、やりますね。うん。あんまりわめくと外に聞こえるぞ。おとなしく押し倒されておけ。嫌に決まってるだろ。そんなことしたらどうなるんだよ。俺に食われる。せめて窓閉めろって。窓閉めたらいいんか。ログアウトしていいか。せっかくだ、逃げるなよ。自分のそういうシーン見させられるとか、どんなプレイだよ。うわ、今の痛そう。その首に噛みついてやりたいと思っていた願いが半分叶ったの。お前、俺をどんな目で見てたんだよ。うわ、まずいって。どこまで行くんだよ。最後まで行くだろう。おい、切るな。どんな目で見ていたか知りたければ最後まで見ていればいい。見てられっかよ。つうか、いつからだよ。トレースした時からこうだ。オリジナルがすでにそうだったんだろ。マジか。
ってことは人間の時から二人は知り合いだったのかな。しかも好きだったんだね。オリジナルはお前に触れたかな。もう寝る。おやすみ。拒絶ではないんだな。うん、はい。ということで、少し前の話、アバター見ていこうと思います。その前髪切らないのか。知ってんだろ、親父にやられたでっかい傷があるんだよ。虐待受けてたのかな。知っている。だがここでは自在にカスタムできるだろ。傷だって消せる。この傷もひっくるめて俺だからいいんだよ。で、前髪は切らないと。うるせえな。お前こそどうなんだよ。どうとは。見た目変わってないけど。髪の色が嫌いだとか言ってたじゃん。そうだな。お前はこの色を綺麗だと言っただろ。だからいいんだ。めっちゃぞっこんじゃんね、ルースさん。おう。一時期アバターを女体にしようか迷ったことならあるが。やめろ、気色悪い。いや、マジで言ってるなら別に止めねえけどさ。俺はちょっとだけ困る。困る？お前はお前だから。俺は態度を変えなきゃだとしても変えらんねえと思う。今の俺がいい。そりゃそうか。まあどうだの考えてる意味で悩んでいたわけじゃないけどな。ん？お前が意味を知るときは俺が強行手段に出たときか。あるいはなんだよ、どういう意味だこら。いや、なんでも。なんかムカつく。なるほど、結構前からじゃあもうトーラーさんのこと好きだったんだね。はい、ということでこれからの話、向こう側のあれこれ、うん、あっちの俺たちがカメラを設置すれば鮮明な映像が見られるかと思ったけど、これは家の中には設置しない方がいいやつだな。なぜだ？なぜってお前、プライバシーの侵害だろ。自分なんだからいいじゃないか。よくない、絶対によくない。つうか俺が困る。困る？まんざらでもなさそうだったか。だってお前ところ構わずあんな。だから春なって。玄関が一番燃えたな。あー、なるほど、玄関ね。バカ。あ、そうだ、ピコマル探さなくていいのか。俺たちに黙ってインストしたのに探されたら困るんじゃないか。そうか。そうだろ。まあ、ピコマルはライバル視してそうだよね、ルースさんは。
ルースってちょっとピコマルに冷たいよな。当たり前だろ、お前の思考を1割でも譲りたくない。俺のことだけ考えてればいい。すごいね、攻めてきますね。ああ、すごいセリフだな。トーラ。あ、はい。風呂場にもカメラ置いていいか。バカ。うん、あっちの俺たちは後に奇妙な事件に巻き込まれていくことになるけど、それはまた別の話。なんせここにいる俺たちは変わらず、いや、ちょっと変わったかもしれないが、相変わらずしょうもない話をしながら永遠とも言える時間を過ごすのだ。はい、ということで無事に2つ目のエンドも回収できたんですけども、なんかすごい気になる終わり方だったよね。まあ、このトーラさんとかのコピーさんたちがきっと今からまた別の事件に巻き込まれていくんだろうけど、まあそもそもその別の事件が何なのかっていうのもまだ分かってないし、しかもさ、ピコ丸全然出てこなかったよね。リツヤさん出てきたけど、気になりますね。なんか続編とかこれから出てきたりするのかな。まあ、出てきたら絶対やりたいね。気になりますね。あと人間の時の話とかね、どんなんだったのかとか。ということで、まあね、これで全部エンドは見ることができたんですけども、まあここ概要のところにあのダウンロードの URL 貼ってあるので、ぜひまた個人的にも遊んでみてください。なんか本当にイラスト綺麗だったよね。まあ、個人的にはね、まあ、さっきもちょくちょく言ってるんだけど、このルースさんがすごい綺麗ですよね。ちょっとね、性格的にはなかなか攻めてた感じがするけど、よかったですね。はい、ということで、話がまとまらなくなってきたんですけども、まあ、今回はねここまでにしておきたいなと思います。切り取りセンチネル実況パート2終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。